えー、ただいま紹介していただきました、えー、国土交通省、えー、水管理国土保全局河川計画課の中明と申します。えっと、えー水分、水災害分野を受ける取り組みについての紹介ということで、えー、少しお時間いただきまして、ご紹介させていただきたいと思っております。ちょっと細かくて大変恐縮なんですけど、あのここの話は今までの話の中でも結構出てきてた話です。えっと <coughs> あの昨年ご案内のように、この一番下のところですけれども、COP21、えーえー、パリ協定、えー、採択ということであの、日本国だけじゃなく、あの全世界でどうしようかというような、えー、と動きっていうのが大きく決まってきているところなんですけれども、っ、えー、とイル外分野におきましてもあの、このようなことも踏まえながら、数年前から、えー、検討しておりまして、えー、と一番、えー、と右側になります なりますけれども3年ほど前から有識者の方々に集まっていただいて、小委員会の中でもっていろいろ議論していただいているで、えっと、その中身につきまして、次のページになりますけれども、ちょっとこれも。 あの文字で小さくて大変恐縮なんですけれども、投資の中身です、未災害分野において気候変動対策、どのように取り組んでいくのかということについてまとめたものがこれになっておりまして、一番上のところですけれども、気候変動によるえと外力の増大、頻発化というのは、これもあの本日もあの台風来ているような状況で、最近の天気の状況なんかも、全段の話でも結構出てましたけれども、変わってきているということをえと前提にしております。すでに、えー 極端な雨の降り方が顕在化していると、時間雨量50ミリ以上の発生件数が30年間でもって約1.4倍であるとか、あるいは、えー、大雨による降水量が、えー、全国平均でもって、えー、10%から25%増加するというようなデータなんかもありますので、このようなことも踏まえまして、えー、とあともう一つ、えーと、この真ん中の、失礼、よいしょ、えー、とこの真ん中の部分ですけれども、あの欧米の動き。 についても、えっ、ー、と、この、省委員会の中の答申の中ではまとめられております。えっ、ー、と、欧米諸国では、すでに気候変動適応策を、えっ、ー、と、実施しているというような、え、こともございまして。えっ、ー、と、具体的には、えー、年超過確率でも、で、千分の一、え、千年に一遍ぐらいの、えっ、ー、と、規模で発生するような大雨に対して。 えとこのような低頻度または極端な洪水の、えー、と浸水想定の提示いわゆるどんなそういうような大雨が降った場合にどんだけ水に浸かるのかであるとかあるいはそれに対応したハード整備なんかもやっているようなところが、えー、とここでは EU 諸国アメリカって書いてありますけれどもあの各国でもってやっているような状況。 それからその下の部分ですけれども、これ、ドイツとかオランダなんですけれども、将来の外力増大時にできるだけ手戻りがない施設の設計というのにも取り掛かっているというような状況でございます。ちなみに、我が国におきましては、大体あの大河川、大きな河川で100分の1から200分の1。 100年に一遍降るような大雨あるいは200年に一遍降るような大雨に対して施設で守れるような施設整備河川事業であるとかダム事業を行っておる途中になっておりましてただこの気候変動ということを踏まえますとさらなる大きいこともちろん起こり得るということも前提しながらそういうことが起きたときにどういうふうにしていくのかということもしっかり考えていかなくちゃいけないというようなことになっていると思いますまあそういうことも踏まえながらえっと一番 下側ですけれども、何をしていくのかというのが、えー、まとめの部分でございまして、えー、激甚化する水災害に対処し、えー、気候変動適応策を早急に推進すべきなではあるんですけれども、具体的には、えー、赤字の部分ですけれども、えーと、まずは施設の着実な整備と、えー、適切な維持管理、あの将来のことももちろん考えなくちゃいけないんですけれども、今がまだ一律化ということなんで、まず今、計画しているものをしっかりやっていこうということを、 まず打ち出しておりまして、これに加えて、外路が増大した場合に、できるだけ先ほどあのオランダとかドイツがやってるって話がありましたけれども、できるだけ手戻りがない施設の追加対策を講じられるように工夫をしていくというようなことも、今後、講じていくべきだという話がございます。それれからもももう一つ、えー、っと浸水想定の話をしましまたけれどももちろん 増大する外力に対して何が起こるのかということを知ることがまず、胃の一番に大事。ということで、えー、施設では守りきれない事態を想定し、えー、社会全体が、えー、災害リスク情報を共有し、えー、施策を。えー 総動員して減災対策に取り組んでいきましょうということを3年前からの議論で国土交通省の小委員会の中でもって取りまとめてこれに基づいて現在国土交通省の気候変動に関する適応策のが徐々に徐々に進んできているというような状況でございますで、えっと、これあのこのペーパーは今の話をもう一回あのまとめたような話ですの、ね、で繰り返しになりますけれども、えっと、横軸が、えっと、外力、えっと、大雨の規模ですけれども えっと、現在の施設能力、先ほど100分の1とか200分の1って言いましたけれども、100分の1、200分の1っていう話をすると、100年にいっ,ぱいいっぺんの雨に耐えられるんだねっていうふうに思,思われると思うんですけれども、そこに向けて整備を行っている状況ですね、それよりも低い、でえっと、真ん中の部分が、えー、施,設施設計画の規模ということで、ここがあの100分の1とか200分の1。 さらにそれを超えるような想定しうる大規模な災害も発生しうるということでまずはこの黄色い部分ですけれども比較的発生頻度の高い外力に対して施設による災害の発生を防止ということでこれまで進めてきている施設の整備を着実に実施するとかあるいはできるだけ手戻りがない施設の追加対策が講じられるように工夫をしていきましょうという話とそれから真ん中の部分のピンクの部分ですけれども施設能力を上回る外力に対して施策を総動員してできる限り被害を軽減し えっともうちょっとあの分かりやすい言い方で言いますと、この辺の話は、黄色い部分で話をした話は、まさに河川事業、ダム事業、ハード整備なわけですね、もちろんあの国交省、ハード整備ももちろんやってますけれども、ソフトも一体としてやっていかなくちゃいけないということも、かなり強くえ昨今、打ち出しているような状況でございまして、このピンクの部分でもって、例えばえ施設運用、構造、それから整備手順の工夫であるとか、あるいは、 これあの冒頭、理事長も話,した話をされてましたけども、国土づくりだと思っております、まじつくりとか地域づくりでもって、災害に対応していくというような考え方、それからあとは、もちろん起こった時にはあの避難を適切にあの行えるような体制づくり、このようなこともやっていきますし、さらに想定しうる最大規模のものに対しては、 えー、施,設施設能力を大幅に上回る外力に対して、えー、ソフト対策を重点的に、えー、命を守ること、えー、ということをキーワードにして、まずは命を守る避難をしっかりやっていくということを、あのー、しっかり、えー、進めていかなくちゃいけないのかなというふうに思っております。えっと、一番下っからの青字のところは、これらを行うにあたって、何度も繰り返しになりますけれども、やはり情報というのがものすごく大事、えー、災害リスクの評価であるとか、災害リスク情報の共有というのをしっかりやっていきたいというようなことでございます。で 次のパワーポイントで,であの先ほどあの、オランダ、ドイツ、えーと、手戻りができるだけ手戻りの施設の設計という話をしましたけれども、えー、とこれあの、国交省においても、えー、やっとさっとこうあの徐々に取り組んでいるような状況でございまして、でこれあの、大変恐縮です、イメージ図になっているんですけれども、えー、と愛知県の、えー、日光川。 いいう川がございましてそこの,あの河口に水門がございましてえっとここの水門の設計を23年前からその気候変動も踏まえてあの考えていかなくちゃいけないということになっているえそういう議論がございましてこちらの方もあも先進的なあの取り組みですので有識者の方々に集まっていただいて今後海面上昇した場合のことも考えた場合の水門をどういうふうに作っていくのかということをまとめて現在設計がまとまって現在工事に取り掛かっているような状況。 でございます、えっと、具体的にどんなことをやっているかといいますと,、えっとこちら水門の断面図になっておりまして、えっと、海面水位上昇が今後見込まれるとで当時はまだ IPCC の,の4次報告が出て、えっと、それに応じた気象庁の日本近郊の海面上昇のえ予測が出ていたというような状況でございまして今5次報告になっているので少しあのあのデータ更新しなくちゃいけない時期になっているんですけれどもこの設計した時にはそういうような情報がありましてえっと 名古屋伊勢湾で最大2 0センチぐらいの海面上昇が今後は考えられるということもございましてそれに応じた水門を作っていくって言った場合に初めから大きいものを作っていくわけにもなかなかいかないんで海面が上がっても何かできるように対応しておきましょう。ただ 初めから対応しておかなくちゃいけないものっていうのもありますよねということでそこは仕分けをして対応していくということをここではやっておりますえと具体的にはえとこの黄色で書いてあるあらかじめ対応ってやつとそれから将来対応えとどっちからしゃべったらいいかというとここからいきましょうかえと水門のゲートについては今後水面上昇してもっと大きいゲートをつけなくちゃいけないって話になった場合には新しいやつをつければいいわけですねですんで今のゲートをちゃんと削脱できるように というようなえっと工夫をしているような状況です。それからあとはえっとこっち行こうかな。えっとゲートをえっと巻き上げるえっとモーターがその上にこうありまして、でこのモーターもえっとゲートが大きくなれば大きなものに変えなくちゃいけないんですね。でも今はまだ小さいゲートですんで小さい巻き上げ機をつけておいて、ただ将来的に大きいゲートをつけた場合には大きなものに。 変えられてもちろんそれが変えられるように搬入できるように、えー、とドアなんかもでかくしているというような将来対応とそれから、あとはいきなり変えろって言ってもなかなか変えられないものもあるわけで例えば、門柱の高さ、えー、とこ,れこれにつきましては、えー、先ほど言った海面上昇2 0センチの上昇というのが見込まれるということで2 0センチ高く作りましょうということでもってやっております。 それからえっと上物が大きくなってきますと基礎もいろいろ変わってきますので基礎も作り直すということはなかなかできないということもございますので基礎の大きさも少し大きめにというような形でえっと今後いろいろ変わってくるものに柔軟に対応できるような設計ってどうやっていくのかということをこれ、水門ですけれどもそのほかの施設についてもどういうことを考えられるのか将来変えられるものと今やっておかなくちゃいけないもの,っていうのを少し切り分けて設計というのを考えていこうというようなことをに取り組み始めたという状況でございます。 えっとそれからもう一つ、水防法という法律がございまして、こんだけいろんなことが起きて、大規模災害も起きているような状況ではございますので、この水防,水防法という法律を改正して、想定しうる最大規模の洪水にえっとどういう,ふうに対応をしていくのか、先ほど情報の話しましたけれども、そういうような取り組みについても、 取り組んででいいるとううような状況でございます3.11以降、ですね想定外という言葉を使うなという話がございましてえ、洪水についても想定最大規模でもって浸水想定をしなくちゃいけないということで、ちょっと薄くて大変恐縮なんですけどこれ、相模川の、えー、と洪水浸水想定区域、えー、と法律の中でもって、えー、昨年の改正なんですけれども、 想定しうる最大規模の洪水に関する浸水想定区域図を公表しなさいということが法律に規定されておりまして現在各水系ごとに計算をしてどん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 公表しているような状況ですえとこちらあの神奈川県の相模川につきましてはえとついこの間ですけども5月末にえとこのようなものを出しておりましてこれが従前の,あのえ浸水想定えと100分の1とか200分の1とかいわゆる施設 規模施設規模の洪水が発生してもそこまで行ってないわけですね、ですので氾濫被害を発生するということで、それでどんな感じで水に浸かるのかというのを従前あの、浸水想定という形で出してましたけれども、えっと、こちらの方が新しい方でえっで、と、想定最大規模の降雨も念頭に置きながら、えー、氾濫シミュレーションを行って、その結果を公表していくというようなことに取り組んでいる状況でございます。えっと ちょっとややこしくなるんですけれどもあの最大規模の降雨の算定方法をどんな感じでやってるかここも悩みどころでしてあのここも有識者の方々に絡んでいただきながらやったんですけれども、えっと、全国を15の気候区分に分けて、えー、各区分ごとに降った最大の雨はその区域の中では起きる可能性があるというような考え方から、えっと、最大規模のえっと 想定とといいいうううのを行ったというような状況でございます、えっと、それに合わせて、えー、浸水想定だけじゃなくてあの川のそばについては、えー、昨年の鬼怒川水害でもそうだったんですけれども堤防が壊れて家が流れていくということもありましたんで、えー、家屋倒壊と、えー え氾濫想定区域であるとかあるいは浸水時間が長いっていうのも問題になってくるということでこういう情報を出しているということでございます。それから、えー、と水防法につきましてはその他の規定面白い規定も結構ございまして最近ゲリラ豪雨の話もありますんで、えー、と地下街等で避難にする水位情報の提供ということで下水道にセンサーを設置してそこの水位が上がってきたらば エリアメールとかでもって飛ばしてあげて、えっと、ある水位になってますというようなことを、えっと、地下街があるような地区でもって出していくということもやっていこうかなということでこのようなことも規定している。 それからあと今日はあの企業の方々が結構来られてるって話なんですけども、企業防災に関する水防法による規定っていうのもやっておりまして、最近ではあの止水板であるとか、それから企業でもって土のであるとか、こういうものを用意されるところも出てきておりますので、そういうものに対しての税制優遇なんていうのもあの考えているような状況です。ででちょっとあの時間ももないんですけれども最後にあの、えっと 絹川水害の状況、昨年あの起きましたので、えっと、これの時の話をしますと、ご案内のように、先ほどもちょっと話をしましたけれども、えっと、堤,防の横が堤防が破堤して、その横にある家がばっと流れていくと、やはり堤防の横っていうのは結構危険だということが分かったし、そのほか、えっと、どっぷりとかとこの浸水区域についても、大体2週間ぐらいでもたけたんですけれども、その間はあの社会活動が止まってしまうというような教訓もございまして、えっと 国土交通省では、えっと、水防災意識社会再構築ビジョンなる、えっと、キーワードでもって、えっと、現在、あの施策ハード、ハード対策、ソフト対策、両輪でもってやっているような状況でございまして、え各推計ごとに協議会というのを作って、関係者一体となって、ハード、ソフト両輪でもって対策をしていくという話でございます。えっと、もうちょっと中身の話をすると、えっと、先ほど話をした家屋倒壊危険区域とかの、えっと、公表、それからあとは、えっと、 台風も来てるんで、ニュースにもなってますけれども、タイムラインを作っていきましょうという取り組み、それからあとは、水位情報とかについてはスマホでも見れるようにということで、川の防災情報のえっとシステムというのを、この3月末から運用開始という話になっております。 あとハード対策につきましては、できるだけ粘り強い堤防構造というのも考えていかなくちゃいけないということで、アスファルトで被覆するであるとか、堤防の糊汁を硬くするというような取り組みなどもやっているような状況でございます。最後ちょっとまとまめあの 簡素なあのまとめになっちゃったんですけれども、えっと、水,防災水災害分野における気候変動適応策の方向性ということで、えっと、現在考えていることを少し書いてみたんですけれども、えっと、まず、われわれやってるのは、今日の台風もそうなんですけれども、近年頻発している大規模水害への対応、でこれもですね、えっと、気候変動適応策の一環だというふうに位置づけて、治水事業の計画的な実施、それから既存施設の徹底活用。 それからあと命を守るための適切な避難の確立であるとか、こういうこともしっかりやっていくんですけども、一方で、この下側のピンクのところですけれども、将来の気候変動による大規模災害の対応ということで、ハード対策については先ほど紹介させていただいた手戻りがないような施設設計を行っていくであるとか、あるいはソフト対策については、現在進めている避難に関するソフト対策をさらに推進していくと、このようなことをえ進めていくのかなというふうに思っておりまして、これらを進めていくためには、いずれにしても、 えっと精緻な予測が必要ということで、観測しっかりやっていきましょう、それから予測モデルの精度向上などにも、えー、国土交通省としても取り組んでいきたいかなというふうに思っている次第でございますすみません、雑っにくなりましたけれども、以上でございます。<laughs>